はい、始まりました。今この間、感謝するようになったっていうお話がありましたけれども、ここで、ね、重大なことを言い忘れたってことでこの動画です。はい、では感謝について、重大な題することを忘れてたことって何ですか？そんなに言うたらかな。感謝ってね、誰に感謝するとかっていう話。感謝ね、誰にっても自分にか、ね、通常は相手に感謝とか、誰かに何かをしてもらった行為に感謝するっていうことををこれまでやってきたけど、そうじゃなくって、いろんな嬉しい変化が起きた時の感謝っていうのはどちらかというと、はい、自分にね、感謝できるようになった、自分に感謝する。自分にね、感謝ってなかなかやってこなかったこと、今まで長い間ね生きてきたけれども、全くこの今の状態ではやってきたことの逆をしないと、なんかいいかみたいな。そうするなかなか急にそう逆だった、悪かったって言ったところで、なかなか難しい。身についちゃってるから、1年や2年じゃないから、90年やもんね。だからもう今までは自分を犠牲にしてても、もう他のこと、人のことやろうとするのは当たり前だった。大切にしたらどんな変化があったんですか？そうね、いろんなことでやっぱり出てくるっていうのが、言ったらいいのかな、思わんことが起きてみたり、嬉しいこと。